さて今日もブシニャンのためにちょっと一肌脱ごうか。まずは5つ星コイン。うわーマジか。あー、まあそううまくいかねえわな。雪女なんか結構強いらしいぞ。はあ、寒かったわ。あなたのところで温まらせてね。雪女。そして最後はスペシャルコイン。よし。で、前回このクエストの推奨レベルが90だからこんなん全然無理やんって言ってたんだけど、どうやら最終的には90ぐらい求められるだけらしくて、序盤は大丈夫なんだって。じゃあちょっと進めてみよっか。うおー、皆の者、静まるがいい。これよりエンマ様から海外のご挨拶だ。いいっていいって、賑やかな方が楽しいだろ。さて早速始めるとするか。俺がこの妖怪大相撲夏場所の主催、エンマだ。空泣き騒動の後、エンマ宮殿は建て直されたが、妖魔界の町はまだ元通りになっていない。だが悲しむことはない。そのための妖怪大相撲だからな。ドスコイパワーだ。ドスコイパワーのエネルギーを集めれば、妖魔界の活気はまた戻ってくる。またみんなで力を合わせるんだ。空泣きからこの妖魔界を救った時のように。さあ派手にやっていこうぜ。みんなでバンバン相撲をやって妖魔界を盛り上げていこうじゃねえか。モブ妖怪しかいねえじゃん。もちろん純粋に力試しとして相撲に取り組むのもいいだろう。今回はウォッチ使いたちも出場する。彼らが相手なら張り合いがあるだろう。俺が相手だ。そして俺も横綱として夏場所に出場するつもりだ。俺に、おお、なるほど。俺に勝った者には俺のアークを渡そうと思っている。お、俺はもう大王じゃないからな。好きにこき使っていいぜ。ふむ、私もアークを手に入れればエンマ様はこき使い放題ということか。ん、何か言ったかぬらり。皆の者、さてこれにて妖怪大相撲夏場所開幕。皆の者、バンバン相撲をやるがよい。これはとんでもないことですよ。エンマ様のアークがもらえるなんて。これはぜひぜひとも勝ち上がってエンマ様のお力をお借りしましょう。姫、この私にお任せください。大相撲は鬼の得意分野でございます。そうなの。夏目さん、相撲なら私も得意ですよ。このマッスルでちぎっては投げ、ちぎっては投げ。お前はただの筋肉バカだろうが、姫に勝利を捧げるのは俺だ。はいはい、やる気があって何より。え、みんなに助け合って勝ち上がりましょう。よっしゃ。それじゃあ大相撲に参戦だ。俺たちも妖魔界を元気づけるぞ。出場ルールがある。あー、3匹まで。ランクや種族が限定された特別ルールもある。これはなかなかきつそうだ。連続で勝負。一旦中断できるタイミングもある。へえ、おもれえやん。思ったより深いな。じゃあ、まあ、まずは、レベル順でこんな感じで行ってみるか？吉田まで。本場所に出場する。
初級場所、あ、レベル50。しかもなんか報酬ももらえるんだね。頑張ってくださいね。まずはどういうやつなのか理解しよう。え、相撲ってこんな感じなんだ。俺全然わかんない相撲。西山の富士、東水戸面、こんな感じだったよな。おはっはっ。お、普段のバトルよりも狭い。土俵の外に落として初めて倒したことになる？え、ガチガチ相撲じゃん。復活することはできないってなってくるとさ、吹き飛ばし系の能力が強いんじゃないの？ねえ、まあグレート化してアホみたいに殴る。あ、あ、吹っ飛んでたい。よくわからん吹っ飛ぶ条件が。鬼しぐれ。決まり手用無双。すごい、全然違うぞ。あー、なるほどなるほど。お見事天の富士、見事勝利をつかみ取りました。相撲経験値3、ごっつぁんポイント3。何が違うんや。お、来た来た来た。あー、ごっつぁんポイントが前回も見たやつだ。あー、で相撲経験値がまあランクか。はい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 、理解。あ、チョッキーじゃん。お前も出場していたのか。構えて。安定のマグロ、マグロ天井無料。あ、ノックバックが重要。あー、HP が少なければ少ないほど、踏みとどまれなくなるってことか。フラフラ状態になることがある。苦手属性の動きだと発生しやすい？あ、さらに HP をゼロにすると確実に発生する。え、面白いじゃん、マジで。グレーとか竜巻の術が結構強いらしい、近距離で撃つと。はい。あ、あ、じゃ、強っ。え、今500ぐらい食らってなかった、合計。もういっちゃう。はえー、なるほど、無限のホースパワー。マスターニアでひょっとしたら強いかもしれんな、これ。相手にならねえ。玉崩れ、汗っかき。あ、汗っかきジョニダンじゃん。ジョニダン、いや、これこれ相撲において最強すぎない？ぬるぬるで滑るし、体格はでかいしで、全部決勝。え、なに、ハムハム、知らない妖怪いるわ。ただ、あ、硬い汗かき。
めちゃめちゃ硬いわ。マスターニャーダにして、もう一回近距離の術で竜巻術やりたかったけど、どう見れなかった今俺普通に。もう一回やるわ。待ってほら、近距離じゃなくてもさ今のダメージよ。この技壊れか、まさか。もう一回いくよ。はい、なんか よくわからんよくわからん。お前そんな走っていいのか、走りに行ったらやばいんじゃないのこのゲーム。はい、はい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 、これで吹き飛ぶじゃん。あ、シャドウサイド化した、アブラハムだって。あ、フラフラになったから、あれ、ちょっとまだ理解しきれてない。ただ俺はおめえを殴るだけだ。突き出し、座布団めっちゃ投げられてる。え、相撲って座布団投げる文化なんてあったっけ。さあ全部白星。勝負あり。お見事、天野富士見事勝利をつかみ取りました。4ポイントだ。いやー、今回の初級場所も熱い取り組みばかりでした。それでは初級場所結果発表へ参りましょう。3勝0敗。天野富士見事クリア条件を達成です。その栄誉をたたえ、天野富士にはご褒美が贈呈されます。うおっ、そしてなんとこの本場所をもって天野富士の番付が昇進とのことです。序二段。さらに天野富士には新たな本場所への出場権が与えられました。さあ次はどんな戦いを見せてくれるのでしょうか。またのご参加をお待ちしております。中級場所からレベル60だ。で、なんか中級3つ出たね。特に変わらん、妖怪以外は。え、なんか見たことないやついんだけど、月神つくよみってやつと犬神、絶対 S ランクじゃん。なんかその相撲ランクも前頭とか十両とか明らかに強そう。ちょっと待って、ごめん、あの普通に強え、マジで。なんかもうあれなんだけど、つくよみとか犬神どころじゃない、なんかこの百鬼姫とかくぐり姫タコ殴るにされてます今我が輩は。おい、60ですら勝てねえよ。カツオだし。あ、犬神来た。あ、犬神も負けてるじゃん。俺の方が勝ってるわ。あー、キュービの色違いか。あ、こいつなんか前からいた気がする。うわー、すごい強そう。こんなんかでみんな変化アタック。白駒のシャドウサイド。とりあえずこれで犬神を両手倒す。わあ、オッケー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 、これ勝てるな。なぜ犬神が負けてきたかがわかる。こいつら速攻に弱い。で、あと土の子がヒーラーだから土の子潰せればなって感じか。ターゲットピンも俺はちゃんと使う男になったよ。土の子、土の子。でこれクローンの突撃タックルさ、なんか吹き飛ばせるのかなと思ったら全然吹き飛ばせないんだよ。なんなら俺が吹き飛んでるわ。これはまずい。土の子がヒーラーだからマジこいつ飛ばせなきゃ終わるぞ。あー、やばい。いや、これヒーラーがマジでね
うおお、ヒーラーがマジ大切だと見た。やばい、グオー、勝てない、ふざけるな、ダメだ。あれクローリオ突撃タックルあるかと思ったら全然ないな。いやまだ早いわ、ちょっとぶちかまし。月人スクヨミ4勝だ。こいつがこの大会のエースなんでね。うわ、みんな S ランクやん。ただみんな変化アタック、これでちゃんと、刺さればワンチャンあります。悪夢の金棒、はい、鬼しぐれ、つや引きぶりだと減らな。マジか、うわっと見るだけしちゃった。だってこれヒーラーバーディーだもんね。ネタバレーナとサキちゃんがヒーラーじゃないのかな、多分サキちゃんにターゲットピンで超肩かりで攻撃下げる。オッケー、押せ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 、689、サキちゃん。いやこれうちのさ、吹雪姫がちゃんとヒーリングしてくんなきゃダメじゃん。もう極楽の術、オッケー、回復、まさか俺がやるしかないのか。陽気をクールを吹雪姫にする。つかお前相撲中にお前アマゾンから品送ってくんな、お前反則負けだよこれ。いやダメだこれ、また削りきれなくて終わるパターンや、これさっき見た、これヒールに追いつきません、ダメージが。このゲームヒーラー強えわ、覚えてやがれ。さあそしたら吉田も初装備強化をしてみようかなと。この前回買った鬼人の斧なんだけど、2つのね派生に強化できるんだよね。でこの邪神の斧、攻撃力198、クリティカルが出にくくなると。ただもう圧倒的な攻撃力だから、ぶっちゃけクリティカルが出にくくなったっていい、もともと出ねえし。でこれに必要なのが、合力のコーン100個と怨念のコーン40個。で俺最近知ったんだけど、こういうなんか種族のコーンの手に入れ方って、こういういつもこう金コンゲーっつってゲットしてるけど、これを分解するとねゲットできるんだよね。でも影オロチの金、ほらこれ2個分解したら合力のコーンも180個手に入るわけね。でさらにもう影オロチのコーンとかは一つもいらないから、俺影オロチ別に好きじゃないから、仲間にしたくないから。でこれ全部バラして、あっという間に合力のコーン534個です。こんな感じで、怨念妖怪は、雲海鏡。これも、あ、違う、つくもか。まあ、いいや。つくもだろうが、なんだろうが。もう、全部やっちゃえばいい。これから強化にね、クソ必要になるわけだから。はい。156個です、つくものと。あれ、素材集まったけど、字が黒い。なるほど、製法書が先なんだ。はぁ。絶対これだわ。装備大全鬼続編。推奨レベル65。黒き燃える炎の影に。ねえ。あきなり、お前カッパ来てくれ。坂上くんどうしたの？なんだか怖い顔してるけど。なんだよ、ハリア。
困ったことがあったら俺たちに言えよな。おい、お前はいつもいつも俺の名を呼ぶなど慣れ慣れしいぞ。ん、坂見くん、何かあったの？実は空泣きが消えたにもかかわらず、この辺りで空泣きウイルスに似た気配を感じてな。ん、私も同じような気配を感じているのだけど、空泣きは確かにいなくなったはず。今はまだそこまで大きな脅威ではありません。感じている気配もほんの小さなもの。しかし放っておけばまた姫に危害が及ぶとも限りません。いろいろと探ってみたのだが、俺は妖精剣が関わっていると見ている。そっか、妖精剣が。僕たちも詳しく聞かせてもらった方が良さそうだ。ほう、はあ、いいだろう。なんかそれを話すにはまずお前のアシュラ豪炎丸を見せてみろ。うん、うわ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 、おいおい、これって空抜きウイルスじゃないのか。え、坂見くん、どういうことなの。かなり昔のことですが、阿修羅豪炎丸は祀られていた場所から長く失われていたのです。そしてその間、阿修羅豪炎丸は空泣きの手に渡っていたと。阿修羅豪炎丸が、空泣きは自分で妖精剣を集めようとしていたのか。わからんが、同月が見つけた時には空泣きの容器に満ちた呪われし剣となっていた。鬼族の力を用いて浄化したはずだったが、その容器がまだ残っていたか、もしくは。アシュラ召喚できるのかな。本人に聞いてみれば何かわかるかもしれない。ヒョイ、アシュラ。あ、いや、もうこいつもまとってるけど。よう、話は聞かせてもらったぜ。鬼族のアンちゃんの言ってる通りだ。このアシュラ豪炎丸は空泣きが持っていたほんの一時期だけどな。アシュラ、大丈夫なの？おうよ、この程度の容器なら抑えられるさ。だがこれ以上強くなったらわかんねえな。そんな、私たちに何か方法はないの？黒い炎、あれだな、炎には水とか。ちょっと、いやいや、単純すぎるでしょ。いいね。おう、水か。そういえば妖怪界に伝わる聖なる源水なら可能性はあるぜ。そうなの？それってどこにあるの？玄武のコレクション、封印されし源水の神器に入ってるのがその水だぞ。でも玄武のやつ、コレクションに触ると怒るんだよな。ま、緊急次第だ。勝手に借りてっても大丈夫だろ。だがゲームのやつ、コレクションはどっかに大事に縛ってたからな。昔野望用でちょろっと拝借したんだが、さてどこに置いてあったかね。確か宝剣殿のどこかの2匹の蛇を超えたゲームの大岩のあたりだったはず。じゃ、よろしくな。鬼族の力でも完全には浄化できなかった。行ってみるしかないでしょう。そうね。うん、元帥の神器を探しに宝剣殿行ってみましょう。これ絶対玄武と戦うやつやん。2匹の蛇ってさ、これだよな。で、これが玄武の大岩の先。うん、この先だと見たけど。あ、ほら、あ、これか。2匹の蛇、こっちか。これのこの大岩の先。え、ここじゃないの。あれ、これっぽくない？2匹のエビ。しかもだってほら、岩もある。いや、これ来たら絶対ここだな。あれ、玄武ガン。あ、なに、これ、これなの？なんかお宝っぽいの見つけたけどさ、もしかしてこれが元帥の神器？これどう見てもただの水鉄砲だよね。全然神器とかじゃないよね。うーん、他にお宝らしいものはないし、これみたいだな。本当にこんなんで空泣きウイルスが消えるのか、うん、ものは試しよう。やってみましょう。おお、いけそうだ。やった、これで無事に浄化が。え、凍結。そんな、アシュラ豪炎丸から凍結先生が。まさか凍結なのか。ジョローグモごときに騙されるなど、なんたる不覚。我が主を守らねば。何だったんだ今の。確かに凍結だったよな。ふん、ただの幻だろう。
アシュラ豪炎までも浄化されたし、もうここに用はない。待って、本当に凍結先生かもしれないよ。坂見くん、お願い、扉の先確かめてみようよ。しかし何が起こるか分かりません。あなたにもしものことがあったら。それでも行きたいとおっしゃるんですね。わかりました。その代わり条件があります。扉の先では私の後についてきてください。うん、ありがとう坂見くん。これまさか凍結加入イベント、これうお、追い詰めたぞ人間どもめ。我が主のために。お、なんだこれ。あやつら目逃したか。朱雀蒼天山必ず奪ってやる。ああ、回想だね。これ最初の方のシーンだもんね。うわ、ここは凍結が死んだ場所か。四天童子様、我ら鬼族の悲願を必ず。我が主のためならこの命など。え、これどうなんの。この後はないはずだよ。神魔凍結。え、これ凍結よみがえりイベント、まさか。グレーとか鬼しグレー、あ、減るね。雷鳴ギリ423で、吹雪姫もうレベル上がったからね。こいつだって戦力になるぜ。つやめきブリザード470も食らった。そして吉玉がみんな変化使ったからもう一回ぶっぱしまくれたと。砲台、次は真のみんな元気で回復&全ステータスアップ。最強すぎるスキル。あ、でもこれこんだけやってもあれなんだ、まだ半分なんだ。あ、で肩らかにやんないとね。ちゃんと攻撃力下げてあげないと。殺されてまう。刀狩りで、カウンターやりたい。カウンター黒にでか、お前でかくて見えねえよ。カウンター、いや、カウンター当たらん。でもカウンター相当強いらしいよ。かなり強い技らしいけど、むずいです。はい、レアアイテム入手確定。これはシンからトーマ。なんで白魂なんだよ。水弱点言うてるやろ、原文なんだけど。妖魔竹林の術、返し当たってね。あー、外しちゃった。これ結構強いのに。超スネ打ち。ただスネ打ちが何下がるのかはもう忘れました。私はマスターラーディア。お、武神の術でちゃんとステータス上げる。みんなこの輪の中に入ってくれ。で、無限のホスパワー当たってないんかい。これ竜巻の術、近距離で。うわ、強っ。え、竜巻の術最強じゃんこれ。え、これやばくね。え、400ぐらい、400ぐらい出てる気がする。ただ恋子ちゃんのシャドウサイド、さらに快晴ラブズッキュンで蘇生案の回復。はい、うちのパーティー結構なんかあれだな、パーティーらしくなってきたね。でガッキーでみんな変化ヒールだって。全回復してたみんな。ただこれの真骨頂、必殺技を打ちまくれること。鬼しぐれ、鬼しぐれ2連ヒットで800ダメージよ。で無限のパワー今度こそ当てて441十分だ。で
普段はマスターニャーダの竜巻の術が一番削れる。あれ撃てた？撃れてない。もう一丁。はい、ガン削り。ただこれ YP が持たんな。まあ、ガッキーがそこがうまく回復してくれよ俺を。はい、強すぎ。300ぐらいかな。でもこんなリスクないのに300ダメージだからね。あ、遠くから撃つとダメか。あ、遠くから撃つとダメだね。バーストショット、バーストショットは鬼追え。竜巻です。で、ノロノロ地蔵を置く。この間にいると攻撃速度がダウンするけど秒で破壊されたわ。やめろ術。いや弱っ。武神の陣で攻撃力上げて竜巻の術。お前らちゃんと武神の陣に入って攻撃してくれ。おしまい。あれ避けたか。やはり最後は四天王寺か。カウンター。こんなに打ってカウンター一回も当たらんことある。いつになったら俺はカウンターの強さも知れるんだ。今だ、現場ガンを使うんだ。これ持ち帰んの？このゲーム、どういうこと？これ過去改変みたいなもんじゃん。この洞穴持ち帰り OK ですか？元に戻ったのか？洞穴先生。いや扉よりでかいじゃん洞穴。行っちゃったね。でもソロナギウイルスは浄化されたはず。追いかけましょう。お待ちください姫。こっから先は私一人で行かせてください。でも確かめたいのです、あれが本当に洞穴なのか、それとも洞穴を手にかけた俺にソロナギウイルスが見せているまやかしなのか。坂見くん、わかった。でも気をつけて行ってきてね。主天道寺様。洞穴なのか。はい。ふふ、今となってはここも懐かしい場所ですね。そうだな。妖精剣を集め姫を覚醒させる。そのために人間界にやってきたのも随分昔のことのようですね。はあ、偽りの伝承だったかな。妖精剣を集めて復活したのはソラナキだった。とんだ皮肉だな。だが結果として姫も覚醒し、空泣きは打たれ空に消えていった。これからどうするおつもりですか。そうだな、また新しい力を探してみるか。鬼族の復興と妖魔界の支配は必ず果たしてみせる。ええ、我ら鬼族の悲願頼みましたよ。お前はどうするんだ。はい、我が主に全てを託したのです。もうこれ以上心の残りなどありません。私に取り付いた空泣きウイルスもなくなり、あとはここで静かに待つのみです。お前は有能な手駒だったからな。我らの悲願達成のためにはお前の力が必要だ。だから。戻ってこい、洞穴。やっぱ蘇りじゃん、これ。帰ってきたぞ。洞穴先生は？遅いぞ洞穴。ただいま戻りました。洞穴先生、あの時私をかばったせいでごめんなさい。はい、姫がご無事ならそれで良いのです。私の使命を果たしたまで、私もある人と共に今後はあなたを見守りましょう。うわー、洞穴。まさか洞穴蘇るとは。
ちなみにこれ同月アタッカーとしてクッソ強いらしいね。姫って呼ぶのはやめてほしいけど、これからもよろしくね、同月先生。そうだな。ああ、お前たちの先生としてもな。しかし私がいない間にいろいろあったようだが、お前たち夏休みの宿題は終わってるのか。あ、ミサ、そのためにお前を呼び戻したんだからな。なんか普通に感動した。ああ。なるほど、アシュラお手軽だね。アシュラすごいじゃん。凍結66レベルだ。スキル超クリティカル、クリティカルが出た時のダメージがアップする。おーん。じゃあクリティカルアップ系の装備をつけろってことなのか。そんなものはまともなやつ持ってないな。黒煙烈風波、体験で豪快に投げ払い前方の敵に大ダメージを与える。爆心の術、爆発で自分と敵の両方にダメージ、自分の腕力揚力も超アップ、超アップだって、超アップ。なるほど。あの鬼族のやつの報酬が正報酬じゃなかったの？違うのかよ。したら次はこれか。解放されし天の力、推奨レベル63。よー、トーマ、どうやらめきめき強くなってるみたいだな。おかげさまで、僕一人だけの力で強くなれたわけじゃないけどね。は、お前は相変わらずだな。お前たち探偵団の成長に共鳴して、どうやら俺様も真の力を発揮できそうだぜ。真の力？ああ、今の俺様よりさらに数段階強くなるぜ。どうせなら戦いの中で見せてやるよ、トーマ。俺様とバトルしろ。こいつまだ上があるのか？真の力か。うん、それは気になるね。そうこら食っちゃな。それじゃあ外で待ってるぜ。すぐ来いよ。来たか、トーマ。よっしゃ、じゃあ早速始めるか。俺の真の力見せてやるぜ。覚悟はできてるか？はい。いける。ああ、いつでもいいよ。だと思ったぜ、行くぞ。うわー！すごい！何これ？これが不動明王の新たな姿。不動明王天マイル。この力超えてみせるがいい。かっこいい。あ、水準レベル63でしょ。うちももうレベル平均60ぐらいあるから生きらず。憑依召喚。弱点土だろ。雷ってことは。妖魔竹林。あれ？おお、強え、これ。霊王ガオー戦。あれ？あ、苦手ないわ。苦手ない。なるほど。さあ、同月だ。黒煙烈風波。1070だな。クリティカルだからだね。で、爆心の術。これはお互いダメージ受けるっていうやつだな。爆心の術で腕力が超アップ、一発、お、クリティカル113。あ、道月強いわ。これは道月強いね。最強アタッカーか、こいつ。爆心の術はこれ何秒なんだろう。あ、でもなくなってるね。超アップは多分威力 1.6 倍ぐらいかな。爆心の術。あれ、でもなんかさっきよりダメージ出てない気がする。え、てかクイッカルアップとか出なく、あのさ、つけてなくてもさ普通にクリティカル出るやん。いでででで、でも誰も知らない。もうやっぱあれだわ、
あ、交代できないんだ。平均レベル上がったから防御がクソ上がってるわ、うちのパーティー。爆心の術、あ、失敗してる。失敗することもあんだ、攻撃かぶせられちゃうと。ちょっと YP 回復するやつくれ、稲穂。あと、お前いつ妖怪ウォッチ見つけるんだなあ。妖怪ウォッチなくしたとか言ってたけど、いつになったら妖怪ウォッチ見つけて戦線に復帰するんですか。ウサピョン泣いてるよ。爆死の術、93ダメージは自分に。さすがに吹雪姫の YP が勝ってえな、これね。陽気オクールで吹雪姫の陽気回復させないと死ぬ、シンプルに。ヒール頼む、ヒール頼む。陽気吸い通る。おい、回復してくれ。 YP なら全部あげるから。あー、ついに死んじまうた。まあ、ええわ。クロモニ、悪夢の空棒。あー、当たった、当たった。あ、グレートショーダやると鬼もなかなかいい感じのダメージ与えるよ。ほら、平均38ダメージ。凍結グレートか、強い。一発50だ、一発50。吹雪姫回復、死んじゃうよ。うちのパーティーの兵とか死んじゃうよ。ナイス。あぶね、割り合った。ここへ熱風波578。うーん、まあクリティカルが出なければこんなもんだよな。オッケーオッケー、全然余裕だわ。一人犠牲者が出ちまったか。爆心の術、178。あ、これ自分にクリティカルが出ちゃったってこと、もしかして。多分そういうことだよね。強い凍結、これはかなりのあれだな。戦力アップだね。でも吹雪姫もないから、鬼しぐれ、この鬼族コンビガチで強え。超刀狩りで攻撃力下げて、ヒーラーがいないけどもお前の攻撃力で倒せねえ俺ら。二人ともなんかストーリーで間抜けキャラ感すごかったのにな。やっぱりやるな、さすが俺様が見込んだ男だぜ。すごいパワーだった今のが、君の新しい力なんだね。あー、すっげーだろ。それとお前の力でもあるんだぜ。え、賢者くん、これは不動の賢者だ。それさえあればお前もあの姿になれる。僕があの力を、あれは俺たちの力だ。俺様だけじゃ到達できなかったろうぜ。不動明王トーマ、お前は最高だ。これからも頼むぜ。ああ、もちろん、こちらこそ頼んだよ。おお、け、不動明王天。ああ、早くこの力で強いやつで試してえな。トーマ、事件だ。どっかに事件を探しに行くぞ。あんまり事件は起きてほしくないかな。あ、これ武器だわ。攻撃力104プラス142。マジか。ただですら鬼の爪相当強かったのに。鬼の手か。んで、これ、地獄の底からゴーゴーゴー。あの、妖怪ウォッチ方にもバスターズ終わって、これをクリアしないと解放されないらしい。もう推奨レベル26だからパッパとクリアしちゃおう。君、君、君たち知ってるクマ？この妖魔界には力を認められた妖怪だけが入ることを許された場所があるクマ。うんと強い妖怪たちがワンサがいて、とっても賑わってるクマ。面白そうだね。どうやったら入れるの？いやいや。何言ってるクマ？そう簡単に入れたら苦労はないクマ。
入るには気が遠くなるほどの、それはそれ長い手続きが必要なんだクマ。それにその場所には門番がいて、無断で入ろうとしても止められるクマ。そっか、残念だけど仕方ないね。まあ方法がないわけでもないクマ。ただほいほい教えるわけにもいかないクマ。僕にも信用ってものがあるクマ。でもどうしてもっていうなら考えてやってもいいクマよ。この僕だからこそ知ってるとびっきりエキサイティングな方法クマ。誰もが聞いて驚くすごい裏技クマ。ほらほらどうクマ、気になってきたクマ。お早く話せよお前クマ。レベル26が。よろしいクマ、僕が特別に教えてあげるクマ。ありがとう、うんちクマ、助かるよ。感謝するクマ、それと誰にも言っちゃダメクマ。じゃあ言うクマ、その方法とはズバリ強行突破クマ。門番がいるならバトルで勝てばいいクマ。力ずくで黙らせるクマ。な、何クマ、その何のひねりもないんじゃないか的な目は。うんちく最高。おお、塗り壁し。よし。おお、あ、鬼食い S ランクだ。でもでも推奨レベルが26なんだ。鬼食いに帰ってくれ、鬼を食いに帰ってくれ。鬼食いいるんだ、妖怪ウォッチ王に。わー、 S ランクのプチコン来た。神すぎる。あのな、あーびっくりした、お前が本当の番人だったんだな。ワイを見てビビる顔がおもろいからな。普段は無理壁に立ってもらっとるんや。けどお前らほんま強いな。その実力やったらこの先に行ってもええで。しかしこの先は荒れ狂うものだらけの釜ゆで地獄やで。わざわざそこに行きたがるとはお前ら相当変わっとるの、ね、この先にあるのって地獄だったんですか。何よ、知らんかったんか。まあええわ。ほな行くなら気ぃつけや。ぼーっとしとったら食われちまうで。地獄は勘弁してほしいな。うーん、お肉いみたいな強い妖怪がたくさんいるのかな。名前だけ怖いけどちょっとだけドキドキするかも。ガッキーちゃん。おお、この先に通れるようになったのか。お、さすが妖怪探偵団だな。ふいにゃんも釜ゆで地獄に行こうとしてたの。ああ、最近地獄にいる無法者妖怪たちが各地で事件を起こしてるって噂でな。パトロールしたいと思ってたんだが入ろうとしても止められて困っていたんだ。それで大変なことなんじゃないの。ああかなりまずい。だが妖怪探偵団が一緒なら安心だ。ああ、まずは事件の手がかりがないか聞き込みをして情報収集だ。ちょ、冬にゃん、いざ行かん、釜ゆで地獄へ。なんかいつの間にか手伝うことになってる。やっぱり行かなきゃダメ。へえ、普通にマップやん。あれ、栗姫とこれつくよみ。あら、変わった前世の子がいるわね。もしかして僕のこと心当たりがあるみたいね。そうだよね、栗姫によってなんかあーだこうだって言ってたよね。私は栗姫縁結び、あ、違う、五木だわ、五木、五木が栗姫によってあーだこうだってストーリーで言ってたわ。縁結びの神様ってところね。これまでもいろんな人の縁を見てきたんだけど、あなたたち特別変わってるわね。いいわ、面白いを見せてくれたお礼に前世との魂との縁を結んであげる。出血大サービスよ。どういうこと。あのね、未来の妖魔界のいろんな場所に行ってごらんなさい。前世との特別な縁が結べるかもしれないわよ。え、トーマの前世ってあのあれでしょ。なんだこのロボットは。ロボニャンダブルオー、ガンダムダブルオーのパクリやんけこれ。世界の平和は私が守る。ロボニャンまたおかしくなっちゃってるじゃん。で前世ってあの主家の二人のあのお付きってことでしょ。あいつらを仲間にできるんじゃない。ほら、でもやばい、推奨レベルが80、80、85。これ何、主家も仲間にいける感じ。何、闇マロ、あれこいつ S ランクじゃなかったっけ。
事件の調査の聞き込み、邪悪なサラブレッドたるわしに聞くのか。まあいいわい、うん、数日前だったと思うが、地獄の釜あたりに妙なことを口走る輩がおったの。確かいろんな世界に生きるようになった、これで悪さし放題とかなんとか、うん、ふん、もしそんな王があるならわしが一目散に飛びつくわい。アホらしい。なんだ、うん、武士にゃんかよこれ。あ、何見てるでござる、切られたいでござるか。何、変わったこと。そういえば最近地獄の釜あたりでたむろする妖怪が増えたでござるな。騒がしく他の迷惑になるゆえ切り捨ててやろうと思ったが、目を離したほんのわずかの間に忽然と姿を消したのでござる。様子見などせずさっさと切ればよかったでござるよ。なんか凶暴だな。え、あ、ライオトン人間になってんじゃん、もはや。どうした、わしに何か用か。ほう、無法者妖怪を調べておるのか。若いのになかなか関心じゃの。そうだな、関係があるかはわからんが、何やら地獄の釜の近くで物騒な連中がこそこそと悪巧みをしているようだったな。まったく面倒ことがおからけばよいがの。どの妖怪の話にも地獄の釜が出てきたけど、それってここのことだよね。妖怪が集まってて悪巧みをしてて、それからいろんな世界に生きるようになったと言ってたらしいね。普通に考えたら世界の扉が悪用されてるってことになるけど、ですがそんなものは見当たりませんよ。ねえ見て、反対側に誰かいる。何、ちょ、ロボニャンさん。もうパクリってレベルじゃねえぞ。もうすごいな。ダメだろ今の。今の見た？この釜が世界の扉みたいにいろんなところと繋がっちゃったってこと？おそらく間違いないだろうな。入ったな。そしてそれに気づいた無法者妖怪たちが悪さをしようと企んでるってことか。そんな、このままじゃみんなの世界が大変なことになっちゃう。ねえ、放っておくなんてできないよ。そうでしょ吉沼くん。うん、まあ、もちろんだよガッキーちゃん。ウィス、私たちがいるんですか。だって地獄の妖怪ですよ。普通の妖怪じゃなくて地獄の。山を人の身したり町を地面ごとひっくり返したり、そんな奴がいたらどうするんですか。そっか、バカ野郎、うちらには豪傑がいるだろ。ビビるんじゃねえ。そこまですごかったらちょっと会ってみたいかな。うん、こんな時だからこそ妖怪探偵団の出番でしょ。ガッキーちゃんの前だからってカッコつけすぎにゃん。でもいろんな世界に飛んでった無法も妖怪をどうやって俺たち探すにゃん。地獄の妖怪たちを探して撃退する、なかなか困難なミッションだね。ミッション、おー懐かしい響きですね。そうにゃん、こういう時こそあれの出番だにゃん。鬼時間に現れる巨大な悪を倒すため、日夜人々のために戦った正義の組織、バスターズ。ん、バスターズ、そんなすごい組織があるの。確かにバスターズ協会に頼めば無法者妖怪の情報が集まるかもしれないな。お前たちの世界のバスターズ協会に力を借りることができてれば。そういうことでミス。ではここは協会本部にも顔が利く優秀な私がブリー隊長に連絡を取ってみましょう。優秀ってまた自分で言ってるし。ミス、あ、ブリー隊長から返信が来ましたよ。何今からだんだん坂で24時間耐久訓練を始めるから、お前らも来い、ビクトリアン。ですってじゃないにゃん。何土地狂ったこと言ってるにゃん。面白そうじゃないか。燃えてきたぜ。そこ勝手に燃えないっていうか、そもそもそんな時間はないでミス。あ、今度は受付の吹雪ちゃんからですね。じゃあ40秒以内に小日向駅前に集合ね。ハート。可愛く言っても内容が鬼にゃん。どうかな、直接事情を話しに行ったらどうかな。もうさっきから置いてきぼりなんですけど、バスターズって何、だんだん坂ってどこ、もっとちゃんと教えてよ。だんだん坂は吉田くんの世界の桜ニュータウンから生きるのですが、その
説明は後でいいにゃん。もうやけくそにゃん。こうなったらだんだん坂にレッツゴーにゃん。だ、大丈夫かな。え、だんだん坂あれなんだけど、 S ランクのウォッチロックがさ3つもあるよ。うわ、極玉。これあれだよね、記憶のさ、ジョローグモの極に挑むのに2つ必要だって書いてあったよな。さあ、ラストです。おーおーおお、一番当たりじゃない。お前ら遅い遅いぞ。お前ら40ミリ集合だと言ってたろ。それは無茶だよ。無茶なものか。だんだん坂100周マラソンに比べたら軽い軽い。誰って呼んでやるぜ。さあ、お前らがどれだけ鍛錬していたか俺に見せみろ。26だ。BGM は不動明天雷鳴鉄つぎり1200。でも相手比較対象が弱すぎてわからん。やるじゃないか。怠け3年は続けていたようだな。それでこそバスタースタインだ。いやいや、俺たちは隊員じゃないから。この人には何言っても無駄にゃん。早く協力を頼みましょう。そうだった、あのね、ブリー隊長、実は。というわけなんだ。お願いします。力を貸してほしいの。なんてかった。こいつはとんでもない時代になってきたぜ。まさかあの地獄の窯が開くとは。何か知ってるの。いや、知らん、初めて聞いた。おいおい、知らねえのかよ、紛らわしいって。オーケー、気にするな。よし、臨時バスターズ本部の設営準備だ。場所は過去の4回窯屋で地獄が現場だったな。さあ行ってこい。ウィスパー、今からバスターズ基地を設置するぞ。ウィス、今からで。ウィス、しっかりしろ。つべこべ言うな、いいからさっさと行くんだ。ぶっけりめして。了解で。ウィス、相変わらず人違いをやらずかいで。ウィス、ゴーゴーゴー。ジバラン緊急集合だ。バスターズメンバーを呼んでこい。たるんでる暇などないぞ。秋のり師匠、なんかすっごいことになってきたね。ああ、男のロマンの匂いがするな。オーケー。お前たちも用意ができたら構えで地獄に集まってくれ。うん。Go Busters。おお、懐かしのメンバーだ。ここが臨時バスターズ本部？すごい。すっげえ。ヒーローの秘密基地みたいだ。いくらなんでも特貫工事すぎるにゃん。もうヘロヘロデビス。よ、お前ら集まったな。今回のミッションはいつもの同じ時間じゃない。世界を超えた妖怪退治だ。俺たちの相手はどの世界にどんだけ潜んでいるかわからんぞ。オーケー。だが俺たちバスターズといってはなんということはない簡単なミッションだ。なぜ今回心強いウォッチャーたちが力を貸してくれるからな。任せとけ。おお。そしてこんなとこもあろうかと、バスターズ協会は特別な扉を用意した。ビクトリアー、バスターズゲートでプラッと世界を越えてプラッとパトロールしてこい。マイラ、プラプラバスターズ出動だ。バスターズ、さてどういう感じなのよ今回は。妖怪たち全員バスターズレベル1から鍛え直し？なるほど。そうか。オーケー。むむ。まずは編成。バーナバーナ。
あ、よかった。武器と防具は今までのやつ使えるんだ。じゃあまあどうにかなりそうだな。レベル1とは言えどな。え、どうしたらいいんだろう。誰が強いんだろうね。技が変わる場合があるみたいな書いてあったよ。まあ、回避系の技覚えてるやつが強いんだろうな。これ疾風ステップとかな。主典同時クローニアタンクか。てかバスターズでもシャドウサイド化できるんだね。まあじゃあ一旦吹雪姫ヒーラーで入れて同血でシューターが一人必要か。まあまだ何にも分かんねえから一旦これでいいや。プラプラバスターズ始動チュートリアルだねこれね。結構やり込めそうだなこっちも。はあ、今回こういう感じ。オーケー。バスターズの基本。まあ同じようないつもの戦闘と。ビクトリアン。殴って、あ、疾風ステップ弱え。あ、いや強いわ。キャンセルできる攻撃。これいつもの戦闘だとね疾風ステップ鬼弱えんだけど。あ、しかも多分これ回避判定もねあるはずなんだよな疾風ステップ多分ね。だとしたらこれバスターズ派遣技かもしんないな。鬼切り侍。なんだこれ、逃げる妖怪もいるのか。で、これが鬼玉か。これをレベル上げに使うとか、そういう感じだろうな。出ばみ。装備が強いから全然余裕だわ。コンサルや、コンサル。罰で取り付ける。え、そいつを操作できる。なるほど。ウキウキシェイク。あー、すごい。 YP と HP を無限に回復できるみたいな。それがこいつの能力なのか。で、もうお前に用はないから取り付け解除すると、こういう使い方だ。芯にも取り付いて。ああ、いつもと同じだわ。いや全然強くないんですけど芯。普通に解除してさ。え、こいつボスだったんかい。うん、鬼玉合計115アイテム。よくやった。ジミー店長と爆速工事にも話を聞いておけ。ショップやレベルアップ。鬼ガシャがある。あー、マルチも行きますよと。え、俺 PS5 だけどさ、これいける。これ多分無理だよね PS5 じゃ。よく来たな。爆速でレベル上げか。鬼玉を使ってレベル上げ。バックソーちょっとじゃあ同血上げてみるか。いや、主典同時だな。
レベルアップ、レベルアップだ。え、さっきのチュートリアルでもう4まで上げられたんですけど。あ、違う、3か。あ、いや違う、4だ。で、ジミー店長。鬼玉を使っていろんなアイテム買う。鬼の卵ってアイテムは鬼玉に換金できる。ジミーにいらっしゃいま、どうぞどうぞ。え、でもまともなやつ売ってないべ。あ、クイーンズメロンとか松茸とか現実世界で3万とかするやつが交換で買える。神経験値玉買えるの。まあもう今更経験値1万2000なシャバいわ。あ、極玉だ、極玉。怪獣の杖。あー、なんか面白い武器売ってるね。でも弱いわ。鬼ガシャコイン、 Y コイン、レアどこ。あ、エンマ武器だ、エンマ武器。へー、でも弱いね。いや弱くないか。敵が相手も落としやすくなるって超便利か。妖術師のキツネメ、タマモ専用装備、タマモの前に変化できる。はあ、面白い。鬼ヶ島は多分あれだろ。あ、コインか。1日に何回回せる。だけどコイン1個持ってないから無理か。え、てかごめん、ガシャどこ。あ、これか、持ってる。あ、1個持ってるけどシャバ、シャバいなこれ。せっかくなら引いちゃうか。